クソ店員、しゃくれたクソエモン。髪の毛伸びてきたし、切ろうかな、すいません。いらっしゃいませ。うわ、またこいつ出てきたよ。ではもみあげ切ります。いやいやいや、早いよ。お店入って2秒で直勤？早いよ。ではどんな髪型にします？じゃあなんかカタログとかないの？かしこまり、これなんてどうですか？上ハゲてんじゃん、伸ばせ伸ばせ。かしこまり。どこ伸ばしてんだよ、怖えよ。前見えなくて怖いんだったらここも切りましょうね。その怖えじゃないよ、周りの人が怖いんだよ。ちゃんとした髪型ないかな。かしこまり、どうぞ。サッカーボール見たくなってんな。この技術はすごいよ、技術はすごいけどもちゃんとしてくれよ。かしこまり、どうぞ。ハゲに三つ編み、恥ずかしいよ。伸ばせば歩くことだってできますよ。バケモンだよ、こんなんじゃいじめられるよ。綱引きでも大活躍。こめかみ引きちぎれちゃうよ、いいとこなんもねえな。もっといい髪型ねえのかよ。かしこまり、どうぞ。魚に食われてるだけじゃねえかよ。ちゃんと髪を灰色に染めて作りますよ。技術はすげえんだよな、技術。それをいい方向に生かして、お願い、いい髪型出して。かしこまり、どうぞ。頭皮切っちゃったよ、髪切れ髪。何やってんだよさっきから。どうぞ。早い早い早い、出すの早いな。一息つかしてよ、もう疲れちゃったから。ちゃんとしたの出して。かしこまり、どうぞ。髪の毛がグラマラスってなんだこれ。マジでちゃんとしたの出さねえな。もういいから、じゃあもうなんか リーゼントとかないの。かしこまり、どうぞ。頭皮が前出てきちゃった、気持ち悪いな。リーゼントもできないの。かしこまり、どうぞ。いいじゃんいいじゃん、こういう感じだよ。他にもどうぞ。なんで逆さなんだよ、落ちてきてくっついた。他にもどうぞ。どえらい髪型のやつ落ちてきたよ、またひっついて一列揃った。ああ、髪の毛切れちゃう。で人消えるんけい、なんだこれ。もう帰るよ、なんだこの店。早く帰れよクズ。チャンネル登録よろしく。